浜田ふみ浜田ふみ浜田彩子、1981年2月14日帯は、メキシコ出身の元女子、プロレスラーである。元プロレスラーのグラン・浜田を父に持ち、姉のソチ・浜田も元プロレスラーである。本名は、彩子,子・バレンティナ・浜田・ビジャレアル、彩子・バレンティナ・浜田・ビアレアル。スペイン語圏では、本人の名前、先例名、父親のせい、 母親の結婚前の生の順に表記する。洗礼名のバレンティナは誕生日であるバレンタインデーに由来する。メキシコシティにてマリポーザ空中殺法で一時代を築いたグランハマダ新日本プロレスやメキシコマットで葛ツの四女として生まれる。1995年父の帰国と共に日本に移住し、 大日本プロレス道場でね二人から指導を受けた。1998年、できたばかりの女子プロレス団体、アルシオンに入団。当時のライセンスナンバーは14。デビュー前から写真集やビデオが発売され、また、プロレス雑誌の表紙を飾るなどスーパールーキーとして、注目された。同年8月9日、キャンディーを靴戦でデビュー。大活躍し、1年足らずで、 アルシオンのチャンピオンとなった。1970年代のチャンピオンマッハ踏み明以来のスピード出世と言われる。1999年8月29日、道の区プロレス、群馬大会で、日本人レスラーとして初めて父子タッグを組む。団体の中心レスラーだった、アジャコング対談後は、ライセンスナンバーが1に変更され文字通り A となり、 年間200試合近くをこなす団体を支えた。2002年1月13日、アルシオン対談を表明。アルシオン脱退後、フリーとなり主にガヤジャパンマットに活躍の場を移し活躍。一方でフミコを失ったアルシオンは倒産し、2003年に堀田ユミコに買収され、エイタスとなった。2003年5月には、老舗の全日本女子プロレス。 横浜アリーナ大会で和は世界シングル王座を奪取した。2004年からはハッスルにアリシン Z というリングネームにて参戦していたが、2005年、暮れからドクロン Z に改名。2005年からは悪役レスラーに転向し、狂気を使うなど新たなファイトスタイルを見せている。新和事務所を離脱後、しばらくフリーだったが2006年10月15日付で、 伊藤ルプロレス教室に入団し活動。2009年4月8日、アメリカのプロレス団体、ティネと契約を交わした。ティネでは、浜田のリングネームで活動。2010年1月4日にはアメージング、コングとのコンビで、ティネ、ノックアウトタッグチーム王座、女子タッグ王座を獲得するが、3月にコングの対談に伴い返上。7月27日には、 テイラー・ワイルドとのコンビで、同王座を脱回するが、今度は12月6日付で浜田自身が解雇され、王座も剥奪されてしまった、パートナーのワイルも3日後に、ティネとの契約を解除し、2011年1月には、学業1 0を理由にプロレスを引退した。ティネから解雇された後は、アメリカ合衆国のニュージャージー州を拠点とするジャポ、ジャージー・オール・プロレスリングと契約を交わした。 その後、2012年6月1日付でザブンと専属フリー契約を結び、その後はプロレスリングウェーブを主戦場としていた。2013年8月9日、浜田文子15周年記念大会、アベントゥレイラを新宿フェイスで開催した。メインイベントでは、アジャコング山形優と組んで、秋野神レオン組と対戦し、 浜田は秋野からホールを奪って、元アルシオン対決を制した。2013年10月30日、山形優斗のタッグ、ラス・アベンチャーラスでウェーブ認定タッグ王座に退官。2015年、ザブン専属制度廃止に伴い、プロレスリングウェーブ正式所属選手となり、ヘッドコーチも兼任。2016年10月、ラス・アベンチャーラスで、 今よりも強くなりたい選手とチームを結成することを、赤市、下貸花、下野沢子、米山香織が加入。2018年5月13日、仙台ガールズ、大阪大会を体調不良を理由に欠場。同15日、覚醒剤取締法違反容疑で逮捕されていたことが判明。日韓現代によると、関係者に、 被害妄想に由来した意味不明なメールを送信したことが事件発覚のきっかけであると言い,い、本人が試合のプレッシャーから使用したと供述したと伝えられた。プロレスリングウェーブはその翌日、浜田との契約を解除した。その後、同年7月18日に東京地裁で懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を受けて記者会見を行い、 その席で、プロレスを続けるべきではないと思うし、辞めるしかないと発言し、引退を宣言した。山形優は、友として純粋で、騙され、安い浜田を守れなかったことを悔いていた。その後は、故郷メキシコで生活をしている様子だったが、逮捕から半年ほどで、SNS などで、プロレス復帰をほのめかすようになっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。